おいっす、どうもちはやです。マリオメーカー2の実況やっていきたいと思います。ツイッターでいただいたコースありがとうございます。こちらやっていきましょう。興味深いですね。上に花乗ってね、あれ。まあ確かに踏むことはできると思うけど、簡単じゃなさそうだね。よし、行きましょう。あと DM でさ、三宅さんですかっていう DM 来たけど、違うわ、俺三宅さんじゃないです。すいません、三宅線ではない、三宅さんではないです。もしお求め探してる方だったら申し訳ないんですけど、すいません。羽ついてんだよなぁ。羽ついてんと、こいつ、あ、違う、上にパックン乗ってると飛べねえんだ、重くて。へぇ、こいつ難しい。今倒せましたね。けど、パックンに当たっちゃったから、ジャンプの手法としては、こう踏みに行くんじゃなくて、こういう感じ。戻りながらの時に踏むと多分いい感じになる。低いところで。うわ、当たんねえ。うわ、ああ、自らハンマーに当たっていくスタイル。結構難しいぞ、これ。簡単じゃねえな、思った通り。じゃあさ、ちょっと手法変えてみようか。左から踏めないんだったら右から踏んでみようか。一回後ろ下がってもらおう。場所がねえから。これ、マリオが近いと下がるんだな、ハンマーブロスって。羽付きに関しては。あ、そんなことねえかも。あ、そんなことねえかも。やめて、こっち来ないで。変態かな、変態かな。ちょっと一回戻ります。やめて。うわぁ。踏めないよ。じゃあ、こうはどう？こういうスタイル。こういうスタイルはどう？上から振っていくスタイル。襲撃スタイルは？なあ、今の踏めてねえか。ああ、今のも踏めてないのか。ダメかな、襲撃スタイルも。普通に、こう踏んだ方が、良さそうな気する。今のも踏めてないか。にゃあ、踏めねえ。踏むと当たっちまう。めちゃんこ難しいじゃねえか、これ。とか言ってすんなり言ったら面白いけど、それはそれで。あ、いいの思いついた。これいけんじゃね？これ多分何回かこなせたらいけるぞ。これ。これ絶対最初正面に投げるのと、ハンマーブロスが後ろに下がるのが分かってるから、それ利用したら、甲羅側から踏めるんじゃねえかなって。あ、ダメか。うわー、ダメか。踏んでんだけどなー。あー、今のもダメか。うわー、踏めてはなくて当たり判定はあるって。でもなんかこれな気がしてきた。投げてる間に。あー、背中踏みてー。あー、しまった。あぶね。今のとか完璧だったんじゃね？マジかー。うわ、惜しい。あ、これだ。あった。この後後ろ下がるから、それを利用さ、あー、待て。うわ、待て。これ、これ、これ、これ。あ、なあ。おー、できた。わかったよ、みんな。ようやく解説できそう。うわ、時間かかった、これも。何やってもダメだったんだよね。ヒップで、左斜め下、右斜め下に降りながら踏んでみたりとか、ただにジャンプしてみたりとか、パックンとブロスの間に隙間があるんじゃないかと思って、しゃがみジャンしてみたりとか、いろいろあったんですけど、そうじゃなかったわ。ハンマーブロスが、ジャンプするじゃないですか。最初、後ろに2回ステップバックしますよ。1、2ですよ。その後、3、4回前に、1、2の、3、4回、もう一回来るかな？ 5 回前へ来るんだよね。で、この時でチャンス。で、ここからまた5回バックなんだけど、自らジャンプすることで当たり判定がじんわり前に出るの。ブロスの。だから、正確には、
待っといて、で、ここでジャンプしとく。こんな感じで。踏まれに来るのを待ちます。近づいといて、こう。そう。そしたら、マリオは踏んだ瞬間左に動くことができるから、自分から踏みに行っちゃうと、自然的にマリオ右に行っちゃうから、どうしてもパックに当たっちゃうけど、マリオがその場でジャンプすることで、その事故を防ぎつつ、倒せるっていう仕組み。うわぁ、むずいな、でも。もう一回やれっていうのも難しいもんだね。一回でやめとけばよかった。むずい。こういうイメージだね、でも。今すごい理想的だった。近づいといて。踏みに来れるとこをそう狙う。これですね。近づいといて。踏みに来れるとこをそう狙う。これですね。だから失敗する成功例、いい失敗の例としては、パックを踏みに行ってる状態かな。パックを踏んでて、スピンジャンプになったらいい感じですね。いやー、バブルス一体倒すだけなのにこんな時間かけんのか。20分くらいかな。笑っちゃいますね、ほんとね。月ね、サムネのコースみんな送ってくんだからもう変態かよ。ツイッターでいただいたコースです。40秒スピードラン参りましょう。ありがとうございます。オフ。さあ、壁キックで抜けていきましょう。右に繋がってるかな？ OK。こうなって、こうか。オッケー。これどうも時間ギリギリ臭くない？ここに入って、で、しゃがみくるんか。あ、ここスピンだ。うわー、もったいねえ、ミスった。うん。三段ジャンプだね。オッケー。あ、そこにオンオフがあるのか。んで、こうなって、こうと。なるほど。オッケー。うん、オッケー。さあ、どう入っていく？なんだ？こっちなのか。なるほど。あ、ほね、こっち入って。うん。ん？なんかあるな。なんかがありますね。なんだ？ブロックか？上かな？こうかな？オッケー、ゴルさん、サンキュー。最初の喋らなかったからもう一回やるか、じゃあ。初手スピン入れちゃって、ここ一回ブレーキ踏むとより安定するかな。ブラックパックンがすげえ当たって死ぬ。から注意。で、ここはヒップぶちかましといて、右に行きながらスピン入れるとちょっと早い。で、つまらないように降りて、ここ多分ヒップしてもしなくてもそんなに変わんないと思うわ。スティックに切り替えまして、しゃがみくるん。オッケー。しゃがみくるんは本当に難しくなったね。バカみたいに難しくなっちゃったね。これはすぐじゃんです。すぐじゃん。で、2回くるん入れるといい感じですね。で、問題のここ。おっ！危ねえ！あ、やばい！ 2 回飛んじゃったけど。ここ。こう抜けて。オッケー。うまくいけばあれだね。でっかいマリオの状態で、この手前のトゲまで来れるんですね。っていうスピランでした。ありがとうございました。穴の仕掛けは二度作。なるほど。ゲームボーイとファミコンか。まずはこっちから行くんだね。オッケー。うん。いいんだな。行っちゃっていいんだな。で、あ、行っちゃった。ピー踏むと、いけるようになるのか。おー、ナイス。踏んで、あ、こう。オッケー。すげえな。今度はファイヤーでやるのか。あ、違った、まだ。そうね。右に行くときに打たないと、ダメだよね。オッケー。で、戻って、どこだこれ。パー打たなきゃいけないもんね。あらかじめ打っといて、こうだな。オッケー。で、道ができました。あ。あ、ズルできるかなと思ったけど、ダメだ。ちょっとダメだ。で、もう一回だね。今度は、フラワーで。
やり直し。今度はこうか。すげえ、フラワー逃げていってる。これは全倒しすると先に行けるよーってことね。で、ここは、はい、はい、オッケー。鍵ドア、今度も同じか。右行き始めたあたりでドン。よーし。で、オッケー。こっちの方が簡単だったね。連打すればいいだけだから簡単だった。さあ、鍵があるんで入っていこう。鍵に入ると、土管に繋がって、ゴールかな？あ、中間だ。今度は、二つ入り混じった感じでやるのかな？プラスって書いてあるから。ファイヤーと、スーパーボール、両方かな？まずは、爆発。で、今度はこう。で、持ってこうなって。早く終わって。はい。はっ。でれれーん。はい。鍵ドア。クリアかな？イエーイ。好きな方でってことか。じゃあ、ドア。ゴールー！ありがとうございます。なるほど、すげえ。多分赤い方で行くと、なんだっけ、FC じゃなくて GB クリアってなってるんじゃない？ザ・マジックミラー。今度は普通、人気ランキング普通の第3位かな？よろしくお願いします。ミラーになってるんだよね。ってことはここにありますよってことね。あ、ここにはありますね、なんかね。はい。もうちょっと右の方を見れば、さらに。でも見えないか。残念。んじゃ、鍵ドア入って。ここにありますね。ここにもありますね。ここにもありますね。おお、今度はこれで、鍵がゲットできるんだね。おお、なるほど。上下利用してきた。ここにあるな。パウダー。おー、いけるようになった。土管入っていこう。食物繊維を冷静にキャッチ。ドア入っていきましょう。タイミング的には、ここ。あ、そっか。上に行くのか、これで。そうだね。ちゃんと逆回りになってますね。俺は気づかなかったな。ここ、ここ。こっちに2つあって、あとはここに1個ありますね。んで、ドア入ると。テレサはいないけど。OK。んで、持って。あ、ブラックパックンが鍵持ってんのか。で、ドア入っていく。上にも行けますなぁ。いいのか。さあ、またもっちゅうか。壊れた。行けるようになった。あ、今度は鏡のね、世界に入ったんだな。なるほど。ほほほほ。じゃあ、こうなって、こっち行けるようになるのかな？そしたら。そうだね。もう一回オンに切り替えて。あれ？あ、あー、はい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 。そっかそっかそっか。じゃあ、ここにあるな。ここにあるな。オッケーオッケーオッケー。でー、あの果てのブロック叩けてないけどいいのかな？どうにかすると上から振ってこれたらしいね。ここも鏡になってた。じゃあ1アップ取って、ゴールー。いいコース。おそらく本日のラストとなるでしょう。バレットビルスピードラン20秒。参りましょう。行くぞ。最初ミニジャン入れたからちょっと遅くなったかも。
滑ってジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、踏んでいく。ジャンプ、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 うわー、いいんだ。フェイクだったわ。こっち。で、こう行って、こう行って、ゴールかな。ありがとうございまーす。動画最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また明日の動画でお会いしましょう。明日動画出なかったらごめんね。バイバーイ。